はようございます、クルスルナです。はい、今日はですね、すごい久しぶりに GU に行って買い物をしてきたので、その購入品紹介とその購入品を使って組んだコーディネートを3つ紹介したいと思います。そのコーディネート3つなんですけど、今回は可愛い系、綺麗系、カジュアル系みたいな感じで、結構バラバラな3つの系統に分けているので、自分の系統に当てはまるコーディネートを見つけて参考にしてみてほしいなと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行ってみよう。はい、じゃあ早速今回購入した商品を紹介していきます。まず1つ目がこちら、じゃじゃん、オーバーサイズ2ウェイボアブルゾンです。これがですね、なんとこのモコモコの生地のバージョンと、裏返すとなんかね、キルティングっぽい感じの生地になってる 2way のアウターです。これをなんで買ったかっていうと、なんか私こういうオリーブっぽい感じの色のアウターの長い版を持ってたんですけど、短いやつは持ってなくて、いいなって思って買いました。しかもこのお値段で 2way で使えるっていうのがすごいいいなって思って、着やすいかなって思ったので買いました。そしてこれに合わせて買ったのがこちら、これです。このニット、これがネップセーターの色がイエロー。こんな感じでね、いろんな色が混ざってるニットなんですけど、すごい色味が可愛いなって思ったのと、なんか GU っぽくないなって思って買いました。このいろんな色が入ってる感じとか色合いが、他の色も可愛かったんですけど、今回はさっきのアウターに合わせて買ったので、イエローっていう珍しい色を買ってみました。そしてこれに合わせてもう一つ買った商品がこちら、じゃじゃじゃん、トラックパンツです。トラックパンツも今すごい流行ってて、 GU にもあるんだってびっくりしたんですけど、この流行ってるパンツを GU でお安くゲットできて挑戦できるっていうのはすごいいいなって思ったので、今回はこのナチュラルのカラーを買いました。そしてこの3つで組み合わせたコーディネートがこちらです。はい、ということでこちらが3スタイル1つ目のカジュアルデートコーデです。テーマは年下彼氏とアクティブデート的なまあ冬にアクティブのデートって何するんだよって感じなんですけど、まあ室内ですかね、室内デート、まあ、そんなことはどうでもよくって、服装的にはカジュアルなアイテムが多めなんですけど、メガネとかネックレスとかそういうアクセサリー系をプラスしたら、カジュアルになりすぎないバランスのいいコーディネートになるかなって思います。で、動画内でも紹介したんですけど、このアウターがリバーシブルになっていて、キルティングの方は大人っぽく、モコモコの方は可愛くみたいな感じで使い分けることができるかなって思います。でもシンプルに考えて、リバーシブルで使えて4000円ってめちゃくちゃ安いですよね。だってもう実質片っぽ2000円みたいな感じじゃん、すごいよね。で、あとこのトラックパンツもすごい履きやすくって、これが黒白の配色だったらもっとスポーティーに見えてたと思うんですけど、あえてホワイトとゴールドの方を選んでるので、そこもカジュアルに見えすぎないポイントかなって思います。まあ、こうキャップをかぶっても可愛いし、なんか今だったら流行ってるニット帽とかでも絶対可愛いと思い噛んじゃった。あとお子さんがいらっしゃるお母さんとかにもすごいおすすめのコーディネートかなって思います。ちょっと一コーデ目から喋りすぎて疲れてきたんですけど、まだまだ行きます。じゃあ次のコーデ、はい、そして次に紹介するのが可愛い系コーディネートなんですけど、まず購入品から紹介します。こちら、じゃじゃん、レーストリムビッグカラーシャツです。これはお店に行った時に、あ、もうめっちゃ可愛いと思って一目惚れで買いました。私はホワイトのカラーを買ったんですけど、やっぱり最近こういう大きい襟の服が流行っていて、これもね、 GU で手軽に買えるのはすごいいいなって思いました。で、この襟のところがレースっぽくなってるのもすごい可愛くって、合わせ方によっては甘くなりすぎずも着れるし、スカートとかと合わせたらすごい可愛くも着れるので、万能なトレンドアイテムかなと思って購入しました。そして次がこちら、じゃじゃん、シアープリントフレアスカートです。これは私は系統には合わないので、普段だったら挑戦しないなっていうお洋服だったんですけど、可愛い系のね、デートコーデとかにはすごい合うんじゃないかなって思って今回はこちらを買いました。
まあ、この後着てる動画でわかると思うんですけど、広がり方が本当に可愛くって、形がねめちゃめちゃ綺麗だったんですよ。なんかやっぱりこういうさ、普段挑戦しない服とかも GU だったらお値段が安いので挑戦しやすくって、そういう面でもすごいいいなって思います。そしてそして次がこちら、じゃじゃん、ベルテッドノーカラーコートです。これもねすごい使いやすそうだなって思って買ったんですけど、生地がめちゃめちゃ柔らかくって、ノーカラーなのでさっきの大きい襟と合わせたらすごい可愛いんじゃないかなって思って買いました。これもさすごい高見えするよね。だって4999円には全然見えないから、本当にいろんな服で合わせられるんじゃないかなって。オフィスとかでもね多分使えると思うんですよね。はい、そしてこの3つを使ったコーディネートがこちらです。はい、こちらが2つ目、ザ王道可愛い系デートコーデです。テーマは何だろう、これが理想とかですかね。私デートでこんな格好したことなくって、デートコーデを妄想した時に、でもイメージで一番多いのってこういう系統なんじゃないかなって思います。でも意外と似合ってません？自分で言うなって感じなんですけど、多分スカートも甘すぎない色味っていうか、子供っぽく見えないようにくすみ系の色を選んでて、シャツもビッグカラーっていうトレンドアイテムなので、甘いけど甘すぎないコーディネートに見えてるかなって思います。男性はこのコーディネートでデートに来られたらもうウキウキなんじゃないですかね。なんかいいな、デートしたくなってきた。これでイルミネーションとか行ったらめちゃくちゃ良くない？もう誰か実現してください。はい、ということでアウターね、そう、このアウターも形がすごい綺麗で、なんかこれをプラスすることによってより色味が落ち着くので、さっきまではガーリーで可愛いって感じだったけど、ちょっと上品なレディーっていう感じになるというか、そういう雰囲気が出るかなって思います。あとこんな感じでボタンを留めてちょっとストンとしたワンピースっぽく着るのもすごい可愛いなって思います。ぜひこのコーディネートでイルミネーションを見に行ってください。はい、次のコーディネートいきます。バイバーイ。バイバイじゃないか。はい、そして最後のコーディネートを紹介します。まず購入品がこちら、じゃじゃん、リブハイネックセーターのブルーのカラーです。これは色がすっごく可愛くって、大人の方でもすごい使いやすいカラーアイテムかなと思って今回は購入しました。他の色もねすごい可愛くって、でも私青がねすごく好きなので青を買ったんですけど、これもまあ着回し力はね抜群かなって思います。そして次がこちら、じゃじゃん、 V ネックジャンパードレスです。これはね、なんで買ったんだっけな。お店でね、コーディネートを組んでる時に目に留まって、あ、いいなって思って買いました。さっき紹介したビッグカラーのシャツと合わせても絶対可愛いと思うんですよね。なんか GU のアイテムって基本的に結構使い回しが効くっていうか、着回し力抜群のアイテムがすごい多いなって思います。そして最後の商品がこちら。じゃじゃん。フェイクファーティペットです。これね、触り心地がめちゃくちゃ良くって、なんか冬ってやっぱり寒いじゃないですか。だからモコモコのマフラーとかも可愛いかなって思ったんですけど、綺麗系のアイテム合わせたいなって思った時に、このファーティペットがすごいね、高級感もあって、上品な感じに見えたので、これを合わせてみようかなと思って買いました。はい、そして今紹介したアイテムを使ったコーディネートがこちらです。じゃじゃん。はい、ラストのコーディネートがこちら、大人綺麗系デートコーデです。このコーディネートはもう絶対これっていうテーマがあって、それが、あら、クルスさん、なんだか今日はいつもより気合入ってるわね。あ、わかります？デートなんです、コーデっていう。まあ要するに、このコーディネートで会社に行ってそのままデートにも行けちゃうよっていうコーディネートをイメージしてて、今回はつけてないんですけど、シフォン素材のシュシュとか、あとピアスとか、そういうアクセサリー系をつければもっと華やかになると思うので、そういうねシチュエーションで着るのもありかなと思いまして、あとアウターは先ほどの可愛い系コーデで着ていたものを着回しで着てるんですけど、やっぱり中の服が違うと全然印象が違いますよね。こっちはこっちで可愛くって、すごいシンプルだけど、やっぱりタートルネックの青が差し色になっててすごいいいなって思います。
あとこのアウター紐ももちろんついてて、こうやって前を閉じて前でリボン結びをして、2つ目のコーディネートみたいにワンピースっぽく着るのもすごいいいかなと思います。ウエストの位置が高く見えるので骨格ウェーブの方は絶対やった方がいいと思います。でこれね、もうこれだけじゃ寒いよって時にこのティペットをつけるんですけど、これをプラスすることで一気に高級感が出て、もうだってさ、これ全身 GU なんですよ。見えなくないですか？本当に天才だと思う私最後に自画自賛。はい、今回はこんな感じで3つのスタイルを紹介してみました。じゃあエンディングに行きたいと思います。バイバーイ。はい、ということで今回はこんな感じで GU の購入品と3スタイル分のコーディネートを紹介してみたんですけど、いかがでしたか？ GU の購入品紹介というか GU の動画を出したのが結構久しぶりで、そもそも GU に買い物に行ったのも久しぶりだったんですけど、本当にねトレンドを安くゲットできる場所だと思うので、最近 GU 行ってないなっていう方はぜひこの動画を参考に買い物に行っていただけたら嬉しいです。そしてどのコーディネートが一番好きだったかもぜひ教えてください。はい、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画参考になったよって思ったらぜひチャンネル登録、高評価、コメント、そしてインスタグラムのフォローもよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。